はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちら、カローラアクシオということで、1.5 リッターのこれノーナンバーになりますよね。価格の方は200万ということで、最近ね、この手の車、少なくなってきましたよね。いわゆる、セダンという形のデザインをしてありますね。結構ほら、メッキ使いとかよく見ると、高級感があるんですよね。結構ね、海外ではね、プレミオとかも、人気みたいなんですけど、この、アクシオ、これもね、意外と、人気があるらしいですね。あんまりね、見かけないですよね、この車ね。横からのね、シルエット、ザ・セダンという感じで、後ろのね、シルエットも結構シンプルなデザインですよね。いや本当にね、落ち着いたデザインですよね。テールランプもごくごくシンプル。このクラスは結構ね、フロントマスクを頑張ってますよね。今ね、車が全体的に値段がね、上がってきて、ボディサイズもね、大きくなっていく中、カローラエクシオなかなかね、いいと思うんですよね。本当にこのサイズね、日本にぴったりなデザインだと思います。ホイールはね、16インチ履いてますね、意外とこのホイールもかっこよくない？ミシュランも履いてるし。ではね、ちょっと内装の方を見てみましょう。お邪魔しますと。内装はね、こんな感じです。あ、結構スポーティー。思ってた以上にスポーティーよ。シートもね、ちょっとラグジュアリーというか、スポーティーさを醸し出したデザインですよね。これピアノブラックのね、加工されたパネルが結構黒光りして目立ちますね。うん、ハンドルはトヨタって感じ。メーターの方もね、結構ほらリングにメッキ使いだったりとかね。ああ、なかなかこのメッキとこのピアノブラックのこの感じ、これがねまず第一印象ですね。乗ってみるとね、こんな感じですね。まあゴーナンバーっていう感じです。正直ね、めっちゃ広いってことはないんですけども、どっちもね、このほら横のこの辺、この辺がねちょっと、頭の方に迫ってくるような感じですね。こうピラーがね結構細いんですよね。これいいですよね。まあ運転しやすそう。ミラーはこんな感じですね。ちょっと小さめかな。シフトレバーこれがいい。この普通のやつがいい。結構このね、最近短いやつありますよね。これ握りやすいです。ダイヤル式が一番いいですよね。運転しながら操作しやすいです。ドアノブもねメッキされてかっこいいですね。ちょっと後部座席、乗ってみようと思います。あ、こんな感じです。あ、扉、扉、まあカローラ感はどうしても否めないですね。ちゃんとね、ほらアームレスト。あ、それでもちょっと頭が当たっちゃいますかね。私ちょっと座高がねほんの1メーターぐらいあるんでね、若干ね室内の縦は結構狭めですかね。でも足元はねほら拳1個2個ぐらい入ります。これドライビングポジション今しております。トランクパックかな、トランクルーム。あ、結構奥に広いですね。今ね私のリュックサック入れてみたんですけど、これゴルフバッグ横に、1個は入るでしょうね。意外とねこのセダンタイプのこのトランクは外国ではね、ロッカールームになるみたいなんで、こういう形を選ぶ方が多いみたいですね。室内に置いてるとガラスを割られて盗難に遭うと。ちなみにね、こちらがプレミア。そっか、プレミアやったら230万ね、プラス30万か。ザ・トヨタ、ザ・トヨタって感じがしますね。あ、いいねプレミア。はい、というわけで、カローラアクシオいかがでしたかね。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。